麻薬自殺宗教坂口暗号。伊豆の伊東にヒロポン屋というものが存在している旅館の番頭に誘われて焼き鳥屋いっぱい飲みに行って元ダンサーという女中を相手に飲んでいると真っ黒い風呂敷包み一尺四方ぐらいを背負って入ってきた二十五六の制限がある。 女中がついと立って何か話していたが二人でトントンにかいへがっていった3分ぐらいで降りてもどってきたが男が立ち去ると「あの人、キロポン売る人よ一っ100円よ原価60何円かだからそんなに高くないでしょう?」という東京では120円から140円だそうである ヒロポンヤは遊楽街を御用聞きに回っているのである。最も乱用しているのはダンサーだそうで、飢下では効きが悪いから、静脈へ打つのだそうだ。今打ってきたのよ。と言って、女中は左腕を出して静脈を見せた。五六本、跡がある。中毒というほどではない。ダンサー時代はよく打ったが、今は打たなくともいられる、眠気覚ましじゃなくて、 打った途端に気持ちが良いから打つのだと言っていたこの女中は自分で静脈へ打つのだそうだ体外そうよキロポンの静脈注射ぐらい一人でやるのが普通よかえって看護婦上がりの人なんかがダメね人にやってもらってるわそうかもしれない看護婦ともなればブドウ糖の注射でも注意を集中してやるものだ うかつに静脈注射など打つ気持ちにはなれないかもしれない。小田作之助はヒロポン注射が得意で、主席で、にわかに腕をまくり上げてヒロポンを打つ。当時の流行の先端だから、一つは見えだろう。今のように猫も尺子もやるようになっては、彼もやる気がしなかったかもしれぬ。小田はヒロポンの注射を打つと、ビタミン B を打ち、吸収を飲んでいた。 今でもこの風俗は同じことで、キロポン、ビタミン、球診、妙な進行だ。しかし、今の中毒患者はヒロポン代で精一杯だから、進行は残っているが、めったに実行はされない。ビタミン BU って、急進飲むと本当は中毒しないんだけど、などと、中毒の原因がそっちの方へ転化されているありさまである。 求診という薬は味も効能も人んぐらいにしか思われてないがベラボーに高価なところが進行されるのかもしれないしかし織田が独特と,と打っていたヒロポンも皮下注射で今日では全く流行遅れなのである第一打つ量も今日の流行に比べると問題にならない私は以前から錠剤の方を用いていたが織田に勧められて注射をやってみた 注射は非常によろしくない。中毒するのが当然なのである。なぜなら、打った途端に効いてくるが、1時間も経つと効能が薄れてしまう。誰しも覚醒剤を用いる場合は、もっと長時間の覚醒が必要な場合に決まっているから日に何回となく打たなければならなくなって、次第に中毒してしまう。錠剤の方は1日1回でたくさんだ。 ヒロポンの錠剤は半日持続しないが、ゼドリンは一日近く持続する。副作用もヒロポンほどでなく、錠剤を用いるなら、ゼドリンの方がはるかに良い。錠剤は胃に悪く、蓄積するから危険だというが、これは嘘で、胃に悪いと言っても目立つほどでなく、タバコに比べれば、はるかに胃の害は少ない。蓄積という点を、私はアルコールを用いて眠ったせいか、 アルコールには溶解しやすいそうで、そのせいか蓄積の害はあまり気づかなかった。私の仕事の性質として、1週間か10日は連続して服用する必要がある。あと3、4日は服用をやめて休息する。すると連続服用の後は、服用をやめてからも2日間ぐらいは効いている。その程度であった。しかし私の場合はウイスキーを飲むから。 これに溶けて排泄されて蓄積が少ないということも考えられ、ウイスキーを飲まない人の場合のことはわからない。精神科のお医者さんの話でも、あれを妖怪排泄するにはウイスキーが一番良いらしいとのことで、私の経験によっても、錠剤を用いる限りは、ウイスキーを飲んで眠って、10日のうち3日ぐらいずつ服用を中止していると、ほとんど害はないようだ。また、服用の量も、 累進するということはない。これは多分に気のせいがあって昨日よりも余計飲まないと効かないような気がするだけだただ実際効かない場合が一度だけあるそれは34日服用を中止した後改めて服用し始めた第1日目でこの時だけはなかなか効かないつまり蓄積が切れているせいだろう従ってその反対に 蓄積すれば少量飲んででくことが成り立つわけで事実その通りなのである。だから、第1日目だけ、当人の定量より、多い目に飲む必要があるが、翌日はもう定量でよく、3日目、4日目は定量以下へ減らしても聞く。多くの人は、このことをご存じない。どうしても定量、または定量以上飲む必要があると思い込んでいるのである。 私の場合で言うと、私はゼドリンの2ミリの錠剤を7つぐらいずつ飲む習慣だった。1ミリなら14のわけだが、どうも2ミリ7つの方が効くようである。これは製造元で確かめるとわかるだろう。2ミリ7つというのは普通の定量より倍量近く多いが、しかし、私は4、5年も続けていて、これで十分だったのである。 織田にしても日に最低30ミリは注射していたし、現在ダンサーの多くは30ミリの注射ぐらい、朝飯前という状態である。注射だと、どうしても、そうなりやすい。私は7つの定量のところ、第1日目だけ、9つのむ。2日目は7つでよく、3日目、4日目は、6つ、5つと下げ、4つで済むこともあった。 聞かなかったらまた飲めばよいのだから初めは少量で試してみることが肝心で覚醒剤は累進して用いないと聞かないという進行を盲信し,してはいけないのであるしたがって私は覚醒剤の害というものを経験したことはなかった害のひどいのは催眠薬だ私はアドルムという薬を飲んでどく中毒したが なぜアドルムを用いたかというといろいろの媒薬を飲んでみて結局これが当時としては一番効いたからである今日ではもっと強烈なのがあるらしいが私はアドルム中毒で懲りて他の素性の正しい粉末催眠薬を3種類用いてみんなまた中毒した現在日本の産業界はまだ状態ではないのでみんな仕事に手を抜いている 当然除去し得る副作用の成分を除去するだけの良心的な作業を怠っているわけでそれで中毒を起こしやすいのだそうだしかし当根は乱世で副作用などはどうでもよく手っ取り早く効けばいいというお客の要求が多いからますます副作用を主成分にしたような催眠薬が現れる一粒飲むと途端に酩定状態に陥るような魔法の薬が現れるのである 人はなぜ催眠薬を飲むかといえばこのバカ野郎眠るために決まってらいと叱られるだろうがトーコンは乱世だから看板通りに行かない私の場合は覚醒剤を飲んで仕事して眠れなくて疲労が激しくなってアルコールだけでは眠れなくなった仕方がないのでウイスキーとアドルムを飲んでるうちに中毒したこのアドルムはキロポンの注射と同じように 飲むとすぐ効く。しかしすぐ冷める12時間で冷めるそこで一夜に何回も飲むようになって中毒するようになるのであるしかし中毒するほど飲んでみるとこの薬の作用が気頭中毒に誘うような要素を含んでいることがわかってくる田中秀光はむちゃくちゃで催眠剤をはじめから眠るためではなく 酒の酔いいいを早く聞かせるたた。めに用いていたこの男の苦心は察するにあまりがあるあれぐらいの大酒飲みはいくら稼いでも飲みしろに足りないからいかにして早く酔うかという研究が人生の大事となるのであるこの男は乱世の豪傑のシンボルでどれぐらい酒を飲んだかということがわからないと彼の悲痛な真事はわからないようだこの男が2年ほど前 私が熱海で仕事をしていたとき、女の子を連れて遊びに来て、三日泊まって行ったことがある。朝、一緒に飲む。私が一眠りして目を覚ますと、彼は私の枕元でまだ飲んでいる。仕方がないから、私も一振るわびてきて、また相手をすると、酔っ払って、眠くなる。また、眠る。目を覚ますと、もう、とっぷり夜になっていて、 私の枕元ではますます主演は竹縄となっているのを発見するのである仕方がないからまた相手になって眠たくなって「おいもうとてもダメだから君は君の部屋へ引き上げて飲んでくれよ」と言うと「いやそうですかじゃあウイスキーもらっていきますそれから奥さんに来ていただいていいですか?」と言って田中と女2人が行ってしまう。 田中の部屋では、田中と女二人でトランクをして、その間中、田中はウイスキーとビールを煽り続けているのである。ロスアンジェルス出場のオリムキック、ボート選手、六尺、二十貫。彼はみちみち歩きながらウイスキーをラッパ飲みにするのが日常の習慣で、従って、コップに並々とついだウイスキーを、ビールのようにガブガブ飲む。私は胃が悪いので、 少量でよう必要があってウイスキーを飲んでいたがあの当時は熱海にはウイスキーがないので東京の酒場からウイスキーと炭酸を運んでもらっておりいつも1ダースぐらいずつストックがあったそのストックを田中秀光は3日間で完全に飲み上げてしまったのである田中と飲んでいると全くハラハラする貴重なるウイスキーがビールのように目に見えてぐんぐん減るからである。 30分と経たないうちに1本からになる嘘みたいである本当だからなお情けない私が旅館を引き上げるとき感情を支払うときにまた驚いたが田中は私のウイスキーを飲み干したほかにビールにダースと日本酒の相当量を飲み干していたのであるこれはみんな私の部屋から追っ払われて自分の部屋へ引き上げてから寝酒に飲んだのだ 眠っている時間の他は完全に酒を飲み続けており、私のところへ来た時ばかりではなく、おおむね彼の日常がそうであったらしい。一日2、三四本のウイスキーを楽々空にして、他にビールも日本酒も飲む胃袋であるから、彼がいくら稼いでも、飲みしろには足りなかったろう。いかにして早く用かということが、彼の一大事であったのは当然だ。 そこで催眠薬を酒の魚にポリポリかじるという手を思いついたのはあっぱれであるがこれはどうしても田中でないとできない今売り出されているカルモチンの錠剤あれは50粒ぐらい飲んでも眠くならないし無味無臭で酒の魚としてもうまくはないがまずいこともない田中がカルモチンを酒の魚にかじっていると聞いた時は驚かなかったがカルモチンでは酔わなくなって アドルムにしたという話には驚いたあの男以外はめったにできない芸当であるアドルムは飲むとすぐ眠くなる第一味の悪いこと吐き気を催すほどであるが田中は早く酔うためには何でもいい主義であったらしいそれにしても酒の魚にアドルムをかじることが可能であるかどうかまあ一点試してご覧なさい そうしないとこの乱世の豪傑の非凡な業績はわからないこの12年田中が書き殴っている詩小説に現れてくる「飲みっぷり」の荒っとさは決して誇張でなくむしろ書き足りていないのである事実の方がもっとした高酒を飲んでいたあの男が6尺20貫の体にコップをギュッと握りしめてグビリグビリとビールのようにウイスキーを飲み減らすのを見ると とてもこの豪傑と一緒に酒は飲めないという気持ちになるこうして朝から夜中まで5軒でも10軒でも回るともかくいくらか太刀打ちできたのは郡山町冬でこの男も5日でも10日でも目を覚ましている限りは酒を飲んでいられるしかし主要にゆえては田中の半分に渡しない最後まで付き合いができた悲しさに 田中の小説の中でいつも悪役に回って散々な目に遭わされているが、田中の小説は郡山に関する限り滑車されてはいる。しかし、田中自身が滑車されていないからだめである。両友愛から見合いも釣れるに至った大元のネチネチしたらイユ、それはつまらぬ酒屋の支払いの100円200円にあることで、3千の大根を10銭出して買ってお釣りが1銭足りなくて、おかみさんが八百屋に恨みを結ぶに至るというような。 それと全く同じ程度に過ぎない俗な事情にあることを彼は彼自身の場合においてはその俗のまま書くことを全く忘れているただ相手のことだけ書いているのであるこういう田中だから友達ができなかったのは仕方がない自分だけ人に傷つけられてると思っているのだから始末が悪い女を障害してその慰謝料ということで彼は悪戦苦闘していたそうだが こういうことは友達に頼めば一番簡単で、友達というものは、こういう時のために存在するようなものである。我々分子などというものは、人のことはできるが自分のことはできない。人の借金の言い訳はできるが、自分の借金の言い訳はできない。複雑ねありが税務署へ税金を負けてもらいに行こうとしたら、貧家の高田保つが、自分の税金のことは言いにくいものだから。 僕が行ってきてあげよう。と、頼みもしないのに、こう言って出かけてくれたそうだ。さすがに保つ先生は達人で、まったく、保つ先生の言う通りのものなのである。困った時には友達に頼むに限る。私が二度目の中毒を起こした時、私は発作を起こしているから知らなかったが、明吾のやつ、石川淳、と、段数雄に電報を打って、来てもらった。 ずいぶん頼りない人に電報を打ったものだが、これが、ちゃんと来てくれて、ダン君は10日もかかりきって、せっせと始末をしてくれたのだから、聞きカイカであるが、事実は曲げられない。平常は、この人たちほど頼りにならない人はない。ダンカズオは、私と約束して、約束を果たしたことは一度もない。たぶん、完全に一度もないが、 本当に相手が困った時だけ寝食忘れてやり遂げるから妙だ。田中秀光の場合は友達に頼めば何でもなかったのである。その友達がいなかった。私自身が田中と同じ中毒を起こしたことがあるからよくわかるが孤独感に参るのである。他に理由はないが孤独感からつい生ききれない思いできっと思いに死にたくなる。 その誘惑とは私も随分、戦った。一度、本当に死ぬつもりになったことがある。その時は、女房が氷山町冬に電報を打ってきてもらって、どうやら一時をしのいだが、それ以来、発作の時は親しい人を呼ぶに限ることに女房が気づいて、二度目の時には石川厚と段数尾に来てもらったのである。そして、渡辺明。 高橋昭治という二人の青年を泊まり込ませ、その他、八木岡栄治や原田豊也に、夜昼見回りに来てもらうというような巧妙な作戦を考えてくれた。そうして私が気がついたとき、私は伊藤に来ており、私の身辺に、四五人の親しい人たちが泊まり込んでいるのを発見した。結局中毒などというものは、入院してもダメである。 一種の石白弱から来ていることであるから入院して他からの力や強制で治してみても本来の石白弱を残しておく限りはどうにもならない入院療法は治るということに慣れさせるばかりで体外再中毒をやらかすのは当然だ結局自分の意思力によって治す以外に仕方がない私は伊藤でそのことに気づいたから あくまで自分で治してみせる決意を立てたがしかし自由意師に任せておいて中毒の禁断区と戦うのは苦痛で大決意を固めながらも3回だけ藤井博士から催眠薬をもらった2度は効かなくて3度目に特におねだりして強烈なやつをもらったがそれだけで頑張ってとうとう禁断の苦痛を通過し自分で退じることができた今はもう一切薬を用いていない 病院へ入院し、強制的に薬を中絶された場合には、私のように三度ねだりすることも不可能で、完全に一度ももらえないのであるが、自分の自由意思によって、そうなるのではないから、ダメなのである。だから精神病院の療法はこの点に注意する必要があって、二度や三度は薬を与えても、患者の自由意思によって治させるような方向に仕向けることを工夫すると、 中毒の再発はよほど防ぐことができるのではないかと思うこれは中毒のみではなく精神病全般について言えることで分裂病などでもあるいは自覚的にリードできる可能性があるのではないかという気がするのであるとにかく精神病中毒もそうだろうというものは親しい友達に頼むに限る私は幸い 女房が石川篤と段数を呼んで急場をしのいでもらってその後も適当の方策を巡らしてくれたので伊藤へ来て大決意をすることができた私の中毒に比べると体がいいせいもあってた中秀光は決してそれほどひどい衰弱をしてはいない彼は一人で旅行もし死ぬ日まで東京狭しと飛び歩きのみ回っていたほどだ 私と来ては、ここをく困難、最後にはしゃべることもできなくなった。田中秀光のように、秋風の身にしむ季節に、東北の鳴子温泉などというところへ、八つぐらいの子供を連れて、一人しょんぼり中毒を治し、原稿を書くべく苦心悪党していたのでは、病気はますます悪化し、死にたくなるのは当たり前だ。孤独にさせておけば、 大外の中毒病者は自殺してしまうに決まっている。しかし私のように、医師によって中毒をねじ伏せて退治するというのは、悪毒、俗悪極まるなり筋趣味のようなもので、素直に負けて死んでしまったザイ宰や田中は、弱く、愛すべき人間と言うべきかもしれない。田中の場合がそうであるが、催眠薬は眠るためだと思うとそうでなく、酩定のためだ。そして、 このことは案外一般には気づかれずにしかし多くの人々がその酩酊状態を愛することによって催眠薬中毒となっているようである私自身も自分では眠るためだと思っていたがいつからかその酩酊状態を愛するようになっていた催眠薬は一般に全て酩酊状態に似た感覚から眠りに誘うがアドルムは特にひどい まず目が回る。目を開いて天井を見れば天井がぐるぐる回っている。私は中学生の頃、初めて先輩に酒を飲ませられて、いきなり部屋がぐるぐる回りだしたのでびっくりしたが、そんなことは酒の場合は二度とはない。ところが、アドルムは、常にそうだ。私は若い頃スポーツで鍛えたせいか、足腰がしっかりしていて、酒を飲んでも、 血取り足ということととがほとんどないところがアドルムは敵面に千鳥り足になる頭の中の感覚が酒の酩酊と同じようにも朧ろうとかすんでくるのであるが酒より重くねっとりとまたドローンとよどみのようなものができて酒の酩酊よりもこんたる経過を経験する睡眠に至るこの酩酊の経過がやみつきとなりそれを求めるために次第に量を増やして やがて中毒とといいうことになるらしい私はそうだった。一旦中毒してしまうと非常に高色になり女がやたらにきれいに見えて始末に追えなくなる。これは中毒になってから起こることで単にアドルムを飲んでるうちはこうはならない。私は単に眠るためにアドルムを持ち常に眠りを急いでそのための身に量を増やす始末であったから。 気がつかなかったがアドルムを飲むとアイブの時間が延びるという。これは田中が書いている田中は眠るためでなく酔うために飲んだアドルムだからそういう経験に気づいたのであろうがあの薬の酩酊状態はアルコールと同じでアルコールよりも強烈なのだからそういう事実が起こるのは当然かもしれないある若い作家の小説にも たくましい常人に立ち打ちするのにアドルム一錠ずつ飲むというのがあったがしてみるとその効能は早くから発見されて広く愛用されているのかもしれない先日田中秀光の小説を読んでカンコレを久さしゅうした眼中堅師匠がにやりにやりとフームあの薬を飲むと勃起しますかなとおききになったが勃起はどうでしょうか私は中毒するまで気がつかなかった 完全な中中、毒に至ると、一日中勃起します。しかしもうその時は歩行に困難を覚え人の肩に捕まって便所へ行くようなひどい中毒になってからでこれでは差し引き感情が合わない人の肩に捕まって歩きながらあれだけは常に勃起しているというのは階段ですよ病院へ行って治せるならすぐにも入院したいと思うまた事実 中毒というものは持続睡眠療法で極めて簡単に治ってしまう。鉄防止の部屋へ入れて、ほったらかしておいても、自然に治る。けれども、簡単に治してもらえるというのは、簡単に再び中毒することと同じことで、眠りたいから薬を飲む、中毒したからに誘引する、誠に二つながらしい的で、こうわがままでは、どこまで行っても、同じ繰り返しに過ぎない。 ここのの的なところが一番よく似ているる。は宗教である中毒に多少とも意思的なところがあるとすれば眠りたいから催眠薬を飲みたい苦しいから精神病院へ入院したいというところだけであるが人が宗教を求める動機も同じことだどんな深淵らしい理屈をこねても根を正せば同じことで意志力を失った人間の敗北の姿であることには変わりはない。 教祖はみんなインチキかというに、そうでもなく、自分の借金の言い訳は難しいが、人の借金の言い訳はやりやすいと同じような意味において、教祖の存在理由というものははっきりしているのである。教祖と信との関係は持ちつ持たれつの関係で、その限りにおいて、両者の関係自体にインチキなところはない。ただ意志力を喪失した場合のみの現象で、 中毒と同じ精神病であるところに欠点があるだけだ麻薬や中毒は破滅とか自殺に至って終止符を打たれるが宗教はともかく身を全うすることを祈願として行われているからその限りにおいて健全であるが何麻薬や中毒だって無限に金がありさえすれば末長く水性無視の生活を楽しんでいられるはず本質的な違いはない両者ともに神を見 光栄に浸ってもいられるる。のである精神的な救いか肉体的な救いか肉体的な救いなどというものは空想上のみの産物で現世に実存するものではないしかし精神的な救いを過度に上位に置くのも軽率の至りであるとすれば無意の境外があるだけだ救いなどというものはないこう自覚することが麻薬中毒を治す第一課で 精神病院へ入院してもダメ、こと精神に関しては、自分の意志で支配して治す以外に法がないと悟る。救いは実在しないこと、自分の力で生き抜く以外に法がないと知って、おひかり様へ出かけていくばかはいない。もっとも、冷やかし、というのはある。遊び、というのもある。つれれだし、野球や玉突きや三角くじも飽きたし、ひつおひかり様と遊んでみよう。 というこれは甚だ健康だがしかしキロポン中毒のダンサーやフロージなどももとはといえばそういう健全娯楽の精神でいたずらを始めて中毒してしまったのである宗教にもこれが非常に多いのであるまあつれづれだし人に誘われて退屈しのぎに冷やかしに出かけていくうちに宗教中毒してしまう麻薬中毒が ヒロポンからコカインへ、アヘンから催眠薬へ、またヒロポンへというように、相手は何でもいいから中毒すればよいという麻薬遍歴を起こすと同じように。宗教の場合も、大本教から、人の道へ、自皇様へ、お光様へ、というように宗教遍歴を起こす。すべて同一系列の精神病者と思えば間違いはない。一体、 この世に精神病者でないものが実在するかというとこれは難しい問題で実在しないという方が正しいかもしれない程度の問題だからだ全ての人間が犯罪者でありうるように精神病者でありうる麻薬中毒と宗教中毒はありうるの世界を過ぎてあるの世界に到達した場合で精神病院へ入院してみると病室は害して平和で 患者はつつましく生活しており麻薬中毒や宗教中毒のような騒音は少ない麻薬中毒も原始原調が起きるが宗教中毒もそうである私は日本人は特に精神病の発病しやすい傾向にある人種だと思うがどうだろう私は東大神経科へに入院している時散歩を許されて他に行く場所もないので。 後楽園へ野球を見物に行った。私は長蛇の列に混じって行列しながら、俺が精神病者であることははっきりしているが、他の連中もそうなんじゃないかな、この連中はその自覚がないのだから何をするか見当がつかないし、薄気味悪くて困った。私は野球を自分で遊ぶことは楽しいが、見るのはそんなに好きでない。単にそれだから言うわけではないが。 他に見ることなすことたくさんあるのになぜあんなにたくさんの人間が野球を見物しているかということだつまり流行だからである新聞が書き立てるからだ面白くても面白くなくても構わない流行を楽しむ精神であるこれを私は集団性中毒と名付けて初期の精神病と見るのである 麻薬中毒や宗教中毒は2期に属し、集団性中毒はこれよりは軽く、一歩手前の状態である。自分で見物したいと意思してはいるが根本的には自由意志が欠けている。好き嫌いをはっきり判別する眼力が成熟せず、自分の生活圏が確立されていない。新聞の書き立てるものへ動いていく。動いていくばかりで停止し、発見することがない。 これがこの中毒患者の特徴であるシールズ船を見物の帰り池島神邸が「ルームあれだけの人間に2冊ずつ文芸春樹を持たせて」と言ったがこれだけ商売熱心のところやや精神病を救われている私は伊藤からわざわざ見物に行ったからまだ精神病かもしれないがこうして原稿誌に書き込んで稼いでいるからやっぱり商業精神の発露で。 病気感知せりと判断している。私は野獣馬ではあるが流行ということだけではどうかしないところがちょっとした取り柄であった。戦争中柏でのようなことをして朝な朝ななりとのようなものをうなる行事に幸い一度も参加せずに住むことができたし電車の中で宮城の方向に向かって人のお尻を拝まずに住んだ。 ベルリンのオリンピックでオリムポスの神殿の日を競技場までリレーするのは一つの発明で結構であるがそれ以来やたらと日本の競技会で何年もいいからどこからか火を運ぶ何かを運んでリレーをしてからでないと今もって日本の競技会は開くことができないのである海の彼方からは赤旗のランブとスクラムとインターの合唱をやってみせないと気が済まないという宗教団体が船に乗って渡ってくる この協議会の主催者や日本海を渡ってくる宗教団体は悪質な宗教中毒の親玉でありノリとやかしわで学にを滅ぼしたようにこんな宗教行事が国家的に行われるようになると国はまた滅びる国家的な集団発狂が近づいているのである美とは謎やということが分かると精神量は相当抑えることができるノリとやかしわでや 聖火リレーや天皇服やインターナショナルの合唱は美ではないことがわかるからであるしかし一方強人は自らの狂気を自覚しないところに致命的な欠点があるからここが非常に難しい強人には刃物を持たせないこと最後にはこれだけしかない権力とか毒薬とか刃物とか爆弾とか全て危険なものを持たせないことが 強靭を平和な隣人たらしめる唯一の方法なのである。